ニュースポストセブンです。懐かしの貴重写真です。こちらは1975年第26回 NHK 紅白歌合戦出演者発表記者会見のキャンディーズです。その年の紅白にはキャンディーズの他に藤恵子さん、伊藤ゆかりさん、ダウンタウンブギウギバンドなどが出場しました。1977年12月、キャンディーズはシングル罠をリリース。翌年人気絶頂の中解散しました。今年の紅白に46年ぶりに出場することが発表された元キャンディーズの伊藤蘭さん。46年ぶりに紅白のステージに立つことになるとは想像もしていなかったと語りました。ニュースポストセブン。